フォーです。トモです。ヨウです。シダです。はい、ヨウヨットです。うん、3番と5番、うん、ジクラブのお高い、お高い僕らの手の届かない、うん、エミリット・バハマっていう、うん、あのジクラブがね、あのライオンが、ね、ソウルにデザインされてる GI の人がジクラブ好きで、うん、もうアイアンは三浦、うん、フェアウェイウッドライバーとかバルド、うん、エミリット・バハマ、うん、あと GTD とか、うん、もうその辺でね、そうだね、うん、まあ、シャフトとか、まあ、レイブとか、うん、クレイジーとか、うん、ね、そういったもうジクラブ大好きっていう人がに、あの今使わなくなってて、あの指導してみてっていう、借りたっていう、こう練習場でその人と会ったらこれ打ってみてくださいってさ、まあ、ドライバーだったり打つけどさ、うん、やっぱジクラブってなんか違うね。あのね、僕は、うん、まあ、彼からジクラブ新しいドライバー買ったよ、フェアウェイウッド買ったよ、うん、アイアン買ったよ、打ってみてくださいよって言って、お、いいんすかねこんなっつって打つのよ、うん、めっちゃ飛ぶし曲がんないの、うん、っていうか1球目がよくない？そう、意味がわからない。僕もだ、1球目がめっちゃいい。なんだろう、なんであんなにうまくいくのか意味がわからない。僕は高いから気をつけて打ってんのかもしれない、頭の中に少しは。確かにそうあるけども、飛ぶあんなに、うん、すごいよね。ミスショットしたことないあれ、うん、何なんだろうね。あ、興奮しちゃった。はい、っていうことで、うん、あのフェアウェイウッドで3番と5番を借りて、今まで出てきた、あ、5種類なのかな、の中で多分一番このフェイスの厚みが、うん、薄くて、で、あのクラブその持ってる人に聞いたら、ティーアップ用じゃもうほぼないよと、うん、あの本当ラフフェアウェイとか、まあ、とにかく、うん、セカンド地点でいるすごい発揮するクラブだよっていう、球、うん、が上がりやすいよっていう、うんうん、その後にそのクラブのインサートも出るけど、まあとにかく薄いね。薄いああもう見た感じに球上がるなって、うん、ギリティーアップしてあの、ま、打ったら天ぷらしそうで怖いぐらい、うん、そうね、うん、まあ、そういうクラブだね。じゃあ動画を見てもらいましょう。はい、はい、では動画どうぞ。
あれ10万超えてるらしい、コーチン込みで。1本が1本は10万超えてるの、うん、12万ぐらい。日本で、うん、そうだよね、日本で24万とか25万とか。あのまあヘッドもジグラブだし、シャフトもあのファイヤーエクスプレス、うん、でしょ。あれもだからシャフトだけで5万以上とかするのかな。だからヘッドも5万ぐらいするのかな。だからコーチ、まあ、だから10万ぐらいはまあ普通にいってると。すごいよね。すごい、うん、動画を見てもらった通りすっごい球上がるよ、うん、あの3番ウッドがね、いつもの思ってる球の倍出るよ、高さが。ってちょっとこう球を抑えて打った方がまだ飛ぶなっていう印象はね、結構上がるから。うん、でティーアップもあの借り物だから天ぷら傷とかつけたくないからちょっとこわごわ打ってるんだけど、それぐらい本当あの薄さが上がらない人にはいいのかもしれない、まあ、試す価値はある。そう、お値段はありますよ、うん、だから中古ショップで見つけてシダができるようだったらシダしてね。そうだね、値段ももしかしたら下がってるかもしれない。だって中古でさ5万とかないでしょ。それもうそれ以下でしょ。そうね、もうないかもね。半額の、うん、さらに半額ぐらいまで多分下がってるかもしれないから、うん、フェアウェイウッドだけはこだわるとか、うん、いいのかもしれない。ドライバーってなるとさ、やっぱりドライバーこう変えたくなるじゃん、うんうん、今は飛距離が出てるけどちょっと方向性は荒れるけどってなったら次はさ方向性を重視したくなるとか、うんうん、ドライバーって結構すぐ変えたりするけど、うん、フェアウェイウッドってプロもさ変えない人いるじゃん、うんうんうん、何年前のっていうやつを使ってる人もいる。合う人に合うんじゃない、やっぱり、うん、こう薄い方がよく当たるんだとか、そういう人は合うかもしれないよね。フェアウェイでしか使わないとか ね、 そうね。だからそういうのでは試す価値はある。うん、シャフトも良かった。ああそう、うん、ドライバーも打ったことあるけどすごい音もいいし、うん、球も高さが出るね、どちらかというと、うん、見たよ、ドライバーも、うん、グーンってお金を貯めよう。ありがとうございます。はい、おまけですね。はい、はい、おまけです。はい、その帽子の第3弾が全部完売したので、まずそのお礼を。ありがとうございます。ありがとうございました。14個だったっけ。14個だったよね。3日、4日、4日ぐらいで。そうね、もうその日に9個ぐらい売れたのか。9個ぐらい売れて、で最後の1個が2日ぐらい続いて、あ4日目ぐらいにもう全部売れたかな。全部売れたね。あと動画のコメントだったり、メルカリの方でもコメントをもらってたり、うん、あのかっこいいですとか、うん、あの商品届きました、ラウンドで被りますとか、うん、あの YouTube の方でも被ってラウンドしたら結果が良かったとか、スリーアンダーでもあったっていう人今すごい効果だね。書いとかないといけないかもしれないね、その帽子の説明欄に。効能があります、ね、効能には個人差があります、うん、ちっちゃく書いとくとか。そうね、もう売り切れてたから、その後に多分知った人なのか分かんないけど、また次回を作ってくださいっていうのもまあちらほら、うん、っていうので、この前の完成しましたっていうライブの時に、うん、あの全身読んだとか、うん、あとまあいろんなここをちょっと変えてみようかなっていうのを考えてて、うん、今ちょっとここに出してる状態、うんうん、今こんな案を出してます。全身読んだ俺らやろうっつったのにボツになったんだよね。いや僕が、うん、持って行ってこれもいいはいいけどどうかな、売れるかなっていうので最初に型代がいるからさ、うん、あの少数作ったところでさもったいないじゃん、まあ、赤字になるかもしれない。そうそう、だから普通に今までのこのプレイング4でまあ今まで通り、まあ、まあ10個ぐらいずつ販売できたらいいなと思ってて、まあでもその全身読んだも前々から思ってはいたから、うん、今回はじゃあ作ってみようと。そうだね、まあ、次回やるときは作ろうかなっていうふうに、うん、であとここの4だけ今色が違うやつとかも、うん、まあいろいろここもね
予算次第だよね。配置変えたりしたいけど、うん、あとはステッカーを貼る。そう、ステッカーを作りたいなとも思ってるね。あのニューエラとかさ、結構帽子にまあ、うん、ここにこれですね、シールがついてるのを、まあ、ニューエラとか、今これオットだけど、うん、それをプレフォーバージョンのその、うん、あのテカテカのシールを、うん、まるでどっかここに貼れないかなって、うん、ポロシャツも今ここに、うん、デザインがなんとか出てて、まあ考え中と。そうなんで、まあ帽子は一応年内には出せないかもしれないけど、発注はかけとこうかな。そうね、うん、もし早ければ今年の末ギリギリ。 だけどさ、年末年始に買った人たちってさ、うん、商品届くかな。あ、まあ、多分運送関係とか大丈夫なのかね、うん、まあ多分早くて、うん、今月末。まあそうなるよね。夏、まあでも来年になるでしょう、うん、4月ぐらいになるでしょうね、うん、もし次回帽子第4弾ができるとしたら、 それまでにお金を残しといてもらって、うん、お年玉、お年玉福袋を買わずに今後このプレフォーキャップかぶっていいスコアが出たっていう人もいるわけじゃん、うん、だから他の効能も出るかもしれない、うん、例えば釣りに行ったら結構肩がいいのが釣れたとか、うん、あ、もういろんなのが出てくるの。そう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 、宝くじ買ったら当たったとかこう美女とかこうしてる写真が出てくるかもしれないじゃんSNS でプレフォーキャップすごい人生変わったとかあるかもしれない、うん、ポルシェ2は多分早くて春前ぐらいに、うん、できたらいいね、うん、まあ、真冬に出しても着ることもないから、もったいないからね。まあでも意外と今の時期がゴルフが寒くてできなくて、物だけが欲しいっていう時期かもしれない。そういう子だよね。クラブが欲しいとかね、うん、なんかギア系のね。ゴルフ以外でも被っていただいて好成績を残していただくと、うん、運気は上がりますよ。そうなの？まあ分からんけど、怪我してるけど、ね、ないけど、いや俺のこれを配ってんのよ、こう帽子にこう繊維に練り込んでるの、こうやって